こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今パリのモンパルナスタワー、ね、56階パリでね、あのエッフェル塔の次に高い建物だそうです。まあ、そこのね、展望台にいます。非常にね、景色がいいんで、まあ、いつも PC の画面を見ながらね、動画作ってるんですけど、今日はちょっと気分を変えてエッフェル塔をご覧になりながら、お聞きください。アマゾンのオーストラリアが始まれば、まあ、簡単に儲かりますという話をしてて、まあ、それまで無茶をしないでくださいねっていう、動画を作ったんですけど、無茶って何ですかと、それはそうですね、具体的な話をしてなかったんでね、迷ったら相談してくださいってな感じなんですけど、まあ、まずガイドラインを守るとね、いうことですね。みんなやってるからね、ガイドライン違反なら分かってるけど、みんなやってるから大丈夫だろうというのはね、後から見直しがあった時に、削除とかね、なりますんで、やめといた方がいいです。例えば一つの商品にね、SKU を書いて何個も何個も出品すると、これよくやってる人いますけど、これ完全にガイドライン違反なんでですね、やめた方がいいです。まあ、ちょっとぐらい高く売れるかもしれないですけど、まあ、そういうことやんなきゃね、儲かんないっていう商品を扱うことそのものがあまりよろしくないとね。それからなんだろう、商品の状態ね、まあ新品で本当に送っても Amazon の扱いが悪くて中古になることはあるんですけど、初めから中古のものを新品と言って出すのはね、やめた方がいいです。まあ、非常に危険ですね。最近ね、Amazon も購入者が増えてきて、まああんまり質の良くないっていうかね、ゆとりのない購入者が多いんで、まあ、ちょっとの状態のね、悪さでね、クレームをつけてきたりします。まあ、もしかしたらね、他の出品してるライバルとかなんかもしれないですけど、まあ、何しろもう最近ね、アメリカ Amazon、日本 Amazon ほどじゃないですけど、やっぱり商品状態にね、うるさい購入者多いんで、まあ、商品状態もきちんとチェックするというところが必要です。それからね、キャラクター商品でカタログがないと、でラッキーって言ってカタログ作って売るとかね、あるいはね、カタログあるけど販売できないんで、販売できるように自分で新たにカタログ作って売っちゃうと、ね、キャラクター商品に関しては、商品がね、まあ、例えばライセンサーからのクレームとかメーカーからのクレームで Amazon がカタログ取り消ししてる商品が結構あります。その商品を再びカタログ作って販売するというのはですね、これはもう非常に危険なんでやめといた方がいいです。まあ、そんな風にガイドラインを守る、ね、商品コーディションを、守る、それからね、商品コンディション、ガイドライン、それからキャラクターだ、危ないキャラクターは扱わないと。もう特にディズニーだのサンリオはまずいです。ディズニーサンリオっていうとね、ディズニーが最近スターウォーズも手に入れたし、マーベルも手に入れたしね、結構ね、人気キャラクターはディズニーだったりします。だからね、あれこれなんでカタログないのかなと、前あったような気がするなとか、売れてるはずなのになって言ってカタログ消えてる商品は、まあ、大概ね、クレームつけられてカタログをアマゾンがやむを得ず消してるという商品ですんでね、扱わない方がいいです。まあ、何しろ今ね、そんな無理に頑張っても、まあ、せいぜい、増える利益って月ね、数万円だと思います。で、月数万円のね、利益を取るために、はっきり言ってオーストラリアまずは始まって参加したらね、月10万20万簡単に儲かりますんで、まあ、その2、3万をね、儲けるために、同じ労力だとね、2、30万儲かる、オーストラリアに参加できなくなるというのはね、もう、もったいなすぎるんで、そういった意味でも、ね、慎重にやってください。こういうのはどうなんでしょうと、ね、あるいはね、他にやってる人がいるからこういうのどうでしょうというのもね、遠慮なく聞いてください。結構ね、あれもダメこれもダメで、まあ、厳しくなってきてるんですけど、まあ、無事オーストラリアに参加した方が今アマゾンでね、アメリカで無茶するよりは全然得なんで、そんな形で取り組んでいただければと思います。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。